エグゼキューターは一連のハースロケットと A111 エクセルシュオール極超音速機のためにアルカスペースによって開発されたロケットエンジンである。エグゼキューターはケロシンと液体酸素推進剤としてガス発生機サイクルで使用する。エグゼキューターの噴射装置はアポロ計画で月着陸機のために最初に使用されたピントル式が採用された。 推進剤は単軸のデュアルインデューサー、インペラターボポンプで供給される。タービンの排気ガスは、ハースにロケットの姿勢制御に使用される。2形式のエグゼキューターが開発された。エグゼキューターエンジンは、ハース2バイトとスーパーハースロケットの1段目と、ス1 1 1エクセルシオール航空機で使用される。2番目の派生型は、真空中での運転に、 最適化された大型のノズルを備えるエグゼキュータープラスエンジンである。エグゼキュータープラスは空中発射式ハースにロケットとスーパーハースロケットの2段目で使用される。エグゼキューターは廉価で使い捨て可能なアブレーション冷却のシリカマイナスフェノールと炭素繊維複合材ノズルを使用して真空中で水力 260KN を生み出す。 エンジンのアブレーションのズルは180秒間の運転のために設計された。初期のエンジンの構造体ではシリカマイナスフェノール複合材で製造されたものの外部構造体は炭素エポキシだった。構造体の厚みは 10mm から 30mm である。アブレーション冷却とともにエンジンはケロシンを使用したフィルム冷却法を併用する。 エグゼキューターエンジンの製造は2011年11月にアルカで始まった。最初の地上試験は2012年の半ばを予定された。計画では2013年にハースにロケットに搭載されて打ち上げられるまでに12機のエンジンが第一段階では製造される予定である。この最初のハースにロケットの地上試験は Google ル,ルナ X プライズ競技のためのものである。この最初の飛行後、 エンジンは A111 エクセルシオール超音速機に搭載される予定である。ありがとうございます。